はい、どうもこまるわです。まず最初のコース、色彩混乱。最短コース、色彩混乱。はい、こちらのコースは色によって危険度が変わる不思議なコースみたいです。やってみたいと思います。まず第1問目、緑は跳ねる、赤色はブロック、黄色は危ないと。これね、毎回色と地面が変わるみたい。やっていきましょう。あ、緑でまず跳ねて、赤は大丈夫、跳ねない、普通の地面と。で、黄色は痛いから多分食らうんだよね。黄色行ってみたいと思います。はい。あ、食らった。なるほどね。これをだから駆使していくと。つまり黄色だけ避けてれば、とりあえず安全ってことだね。これが難しくなるんでしょ。さあ、来ました。あ、中間ありがとう。緑はコンベアで、わあ、何色って言うんだろう。オレンジっぽくないオレンジっぽいやつね。キノコ。ピンクはドア。ピンクに入らなきゃいけない。黄色は汚い花で、赤色は、氷ブロック。覚えました。ピンクにとりあえず入ればいい。さあ、やっていきましょうか。覚えゲーだな。結構難しいな。ここはまずキノコでしょ。赤色か。赤色は氷だからいける。黄色は、これ回転でいけるかな。こうだよね。そうだよね。で、緑もいける。てか、全部一応いける。あー、そっか、コンベアだから危ない。ちょっと待って。覚えきれないな。ここはとりあえず滑ってって、ここ氷だから届かないからダッシュで行くね。氷からの当たった。オッケー、じゃあここ回転で行きます。スピンで行って、緑はコンベアだから、緑ってなんだっけ、コンベアじゃないの、ピンク色。ここはドアのはず。入って行きましょう。さあ、来ました。うわ、まだ継続か。とりあえずここコンベアだからジャンプして、ここワンナップじゃなかったっけ、あれワンナップじゃない、キノコか。で、赤は大丈夫。とりあえず、黄色のみ危ないって覚えていれば大丈夫。で、これは回転で、あ、くっそ、中間地点ありがとう。何もない場所があるんだけど、行ってみていい？落ちるんじゃない？何も起こらない。でも何かがある。何かがない。無がそこにある。入っていきます。さあ、出てきました。うわ、また変わってる。難しい。緑、安全。赤、ベルトコンベア。大々色、釣った黄色は相変わらず危ないと。ピンクっぽいやつがキノコで、緑がドア。あ、黄緑がドア。あと黄色が危ない。その2択のみで大丈夫でしょう。さあ、入っていきます。黄色が危ない、黄色が危ない、黄色が危ない、黄色が危ない。もうそれだけ覚えてれば人生満喫できるはず。落ちたんだけど。そっか、下だから、掴まなきゃいけないのか。ここでだから上押して、こうね。じゃあ結構難しくない？こっちから跳ねて、ツタを伝って、まあ、赤大丈夫だと信じて。うわー、赤コンベア、めちゃくちゃこれ覚えゲーなんだけど。とりあえず緑まで移って、緑は跳ねる。で、これはツタだっけ、ツタだっけ、なんだっけ、でっかくなっちゃった。ちょっと待って、これツタで、次跳ねるね。跳ねて、コンベア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 で、次跳ねるから大丈夫。次捕まるよ。せーの。はい、捕まった。次はコンベア、大丈夫。黄色危ない、黄色危ないから、回転、パッパッタッタコース。さて、なんとか戻ってきました。これはなんだ、これは捕まって、で、音符からの、何この透明、気になるから行ってみよっか。はい、あ、ドアだな多分。入っていきます。さあ、来ました。はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、ホラーマンション。はい、こちらのコースはマリオでホラー、あー、びっくりした。ホラー体験ができるコースみたいです。やってみたいと思います。ドクロがあるね。ここはどうやらマンションらしい。あ、どこかへたどり着いた。さあ、入っていきましょうか。今からスタートか。こんなんじゃびっくりしないよ。にってなんか書いてあるんだけど、行った方がいいのかな。こう行って、この先進めないね。土管入ろっか。あの鍵って追いかけてくるんじゃないっけ。待って、真っ暗になったんだけど、なんだこのファイヤーは。絶対驚かせてくるよね。落ちてきそう、このキラー。あ、鍵がある。取ります、取ります。取れません。なんか来る、絶対来る。左って書いてある。右だって。そのまま指示に従おっか。ドアがあるね。入っていきましょう。うわ、絶対裏で恐ろしいことが起こってる。仮面が襲ってくるんじゃないか。これは下降りていって、また鍵がある。これはもしかして出れないマンションに入ってしまったんじゃないか。右だって。なんか足りてないかな。あ、これ取って、オッケー、右行けるようになった。なんか撃ってきた。絶対なんかの動物の骨じゃん。これはお金が落ちてる。ここだったら多分、猫ババしてもバレない。これは？なんか左って書いてあるから取ってみようか。あ、鍵か。何が起こるんだこれ。鍵がある。はい。あー、なんか出てきた。あいつ明るいな。お、爆発した。いけるようになったのか。なんかこれってさ、
何かが住み着いてるとかそういう感じなのかな。ドア入ってみましょう。ワンちゃんおもてなしされてる可能性あるよね。うわめっちゃ驚きそう。みんな音量下げててね。右中間地点取るよ。あずれた今瞬間移動したね。あボム兵が出てきて爆発するのか。よし来い。来た。でも入れない。はいはいはい、自動スクロールしてるね。いや行きたくないな、音怖いな。何これ、うにょうにょしてる音が。いかびっくりした。ちょっと待って、小さなことでびっくりしちゃうんだけど。あー全体像そんな感じ、ありがとう。たどり着いた。お前が全ての真犯人だったのか。絶対これ切り替わって落ちるよね。あー落ちてった。え止まってる画面が。死んだってこと。死んだ。中間からか。え落ちてった。何地盤緩すぎない、ここ。これなんか隠れてるよね。はい、かぶった。あなんか見えた。左戻っていっていいのかな。なるほどなるほど、どんどん地下室へ入っていってると。出てきた墓場。何これ死ねってこと。あそっか、マリオさっき死んだから死ねって死んだってことかな。ファーストだって多分素早く急げって感じかな。あの時計が一周するまでにクリアしろって感じだと思う。走りましょうか。右へ行って、右側いるよ。なんか怒ってる。何もないよ。もうちょっと左か。あ左もうちょっと行けない。えなんだ、クッパジュニアが。クッパジュニアじゃない。ごめんちょっと失礼なこと言っちゃった。なんかさ、やっぱ人の名前間違えるのって失礼じゃん。それに当たることをしちゃった。元彼元カノの名前間違えちゃうみたいな。これは中間取っといていいのかな。入っていきましょう。さあ出てきました。これ多分急いだ方がいいね。 Now 今だって、今この瞬間に何かが起こってる。ちょっと待って待って、これ絶対急がないと死ぬやつだよね。こっち行って、うわ新しいカロンだ、初めて見た。お前それ痛くないの。体にめり込んでるよ。右行って入っちゃうよ。もうちょっと待ってみる。なんか近づいてきてるね。明らかに襲ってくる気満々だね。あー時間制限結構余裕あるか。右行ってここまで来たらアウトと OK。 だいぶ余裕あるな。下行って下行って左行って、何で切り替えるんだ。ちょっと待って、これどっか切り替えミスした。ここで切り替えて、やばい、ちょっと待って。上下右切り替え左上、だいぶ余裕あるか。このままルート的にはオン切り替えて土管そのまま入ればいいはず。しゃがんで、あいつはなんか化け物みたいな感じかな。守護霊。あ P だって、多分 P スイッチが出てくるか。あ待って、ここ雨漏りしてるんだけど。てかゴールしたんない、サンキュー。やっぱりゴールじゃないんだ。オン切り替わったね。めっちゃ雨降ってる。あだから傘さしてるんだ。えゴールが現れた、不思議な館だった。はいクリア、ありがとうございます。